北川さん、北川さんって、ああそうか、マネーさんか。おい、マネーさんどこ行った。え、さっきまでおったんやけどな。グルメの取材や。ほっとけ、どうせどっかのレストランか料理屋や。まあ忙しいのに気楽なもんや。ちょっと見当たらんのですわ。ええ、あ、社会部はもうだいぶ前に辞めはって。ええ、もう至って平和主義者、争い事の嫌いな人なんですわ。ええか、たこ焼きの命はな、焼き加減や。外はカリッと、中はとろーり。これが定番や。外はカリッと、中はとろーり。よく覚えとけ。何に使ってくれたんで。俺はな、40年からお前たこ焼き焼いとんねんぞ。素人にごちゃ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 いろいろ覚えないわ。何や素人じゃ。何や、わしかて40年代な、たこ焼き食ってんねん。こんなお前、青のりやマヨネーズでごまかせるってたまるか。これがうちの店の味じゃ。綺麗なんやったらよそ行くことか。カリラはただでええわい。わしはな、ゆすりたけるとちゃわい。金おるな、もったいない。ボケ、お前こそボケや。うん、けどまあまあいけてるわ。どないしたお前、こんなところで。いつもの世界から出てきたよ。もう今朝ちょっと訳があってな。水臭いな、お前も電話ぐらいしてくれたらええないか。したよ、会社にも家にも。お前がいなかったんだよ。あ、そうか、それは悪かったな。めったに家帰らんもんやから。で、わしに会いに来たんか。なんかあったんか。いや、それが今ちょっとな。ほな、また電話せや。お前ちゃんと待ってるさかい。すまんな。最後おらんのか。塾や、来年高校受験なんやから。ああ、そうそう、そうやったな。大やろな、惜しかったよな。せや、ほんま父親が勝手に逃げ出しよったからな。何言うてんねん。別れてくれ言うてきたお前の方からやないかい。父親らしいこと何もせえへんかったからよ。してるやろ。20万、養育費として今かってこうして毎月きちんと持ってきてるやないか。恩着せがましい。努力が分からんのか。養育費なんか銀行振り込みにしてもらおうと思って、こっちも面倒がのんでええの。あかん。毎月いっぺんお前と最後に会えることがわしの心の支えなんや。これだけ絶対譲れ。口先ばっかりうまいこと言うて。お前今でも折れてるんや、愛してるんや。うせやと思ったらまた結婚しよう。まあピーマン。キスだけ。何かすぐに動画飛び出していくし、もう無罪なんや。あ、と
松江の支局の時の友達や沖広島で心中しとる。お前2、3日前に大阪でおたばっかりやがる。ついでに出雲あたりまで足伸ばしてみよう思ってもね。松江の支局、閉鎖になったからこのぐらいになりますけど、最後の支局長を務めさせてもらったらご縁があります。役も立つ不時の丘新事項出陣料理出雲そば。まあ、ご恩返し入れたらなんですけども、日曜のグルメ欄4週分ほどまとめてこよう思ってもね。何とぞよろしいお頼み申し上げます。最でっか、まあまあ気つけて。オギ、ほんなら早速刑事だからね。僕らが入社したての頃は敏腕の事件記者で鳴らしたかったんだよな。変われば変わるもんやな。嫁犯に逃げられてからや相当ショックやったんだよな。Thank you.
めてくれんか。警察呼びますよ。だってそうでしょ、勝手に合鍵使って無断で中に入って。あなた一体誰なんです？もう怖っ、膝が台無しやで。そんな言い方セクハラです。社長大変なんです、この人が勝手に入り込んでずうずうしいんです。万年万年じゃないか、どうしたんだ突然。シアン、お前お知り合いなんですか？同期の桜ってやつよ。大腸新聞が松江支局引き上げた時、こいつは大阪の本社に戻って俺はここに残った。北川万年未知とした読むらしいが、コテコテの大阪弁の万年やこの姉ちゃんのお方は近藤夏子君、入社1年目の再演だよ。なっちゃうか、ピカピカの1年生ちゅうわけやな。よろしく。なるほどね、松江のキッチン料理に出雲そばか。うん、それから沖の日置以外にメカブうどん、まずそれから始めよう思てんね。本当かよ、信じられんな。何がよ、泣く子も黙るこの手の事件記者が今や文化論のグルメ記者。話には聞いてたが、まさかのまさかだ。まあ心境の変化ってやつな。貴様は俺のライバルだったんだぞ。俺はこの松江に残って独立したのも貴様と勝負するためだったんだ。まあ社員5人がちっちゃな新聞社だな。新聞は小さくても社長は立派です。私社長の報道陣としての姿勢に憧れて入社したんですから。ええ子や、可愛い姉ちゃんや。姉ちゃんっていうのやめてください。褒めてるんやで。褒められたくないです。嫌われてるようやな。大したもんじゃないか、出会ったばかりだというのにそれだけ強い印象を与えたわけだからな。そんなんじゃないです。姉ちゃん、なっちゃうよな。せやのも聞いてくれ。わしはな、グルメ欄が加工地やなんてちっと思てへんね。食にはその土地その土地の大切な文化がある。それを守ってきた人たちにもそれぞれの人生がある。わしはそういう人たちと触れ合いたいんや。強盗や殺人はもう結構や。言い訳じゃなさそうだな。だったら俺も言うことはないで。近藤君、これも縁だ、ついてってあげなさい。助手だよ。万年も松江を離れてない、いろいろ不便なことだってあるだろう。あんな、わしは一人で遠慮するなよ。これからもここ尽くさ。私だって困ります。まだ書きかけの原稿だって残ってるんですから。構わんよ、私と竹田に任せてくれ。待って、万年のやり方見てるんだ、きっとプラスになる。
わし万年います。亀は万年。ご縁でんな。はあ。もしも今やったら、ちょっと案内してほしいとこありまんねんけど。おお、いいですよ。気の来るかい？もちろんです。遺書とかは何にもありません。けどあれはどう見ても心中以外考えられませんよ。死んでからどのぐらい経っておりました？10時間。発見されたのが朝の6時頃で、死んだのが前日の夜8時。島に着いてまっすぐここに来たんですね。なんでわかるんです？6時着のフェリーに乗ってたんですよ。別府港から歩いてここまで2時間かかりますから。歩いて？ええ、タクシーも島の誰かの車も使ってません。6時着のフェリーで来たいうのは間違いありませんか？乗客名簿に名前がありましたから。照合したところ本人の筆跡に間違いありませんでした。銀行のお金を使い込んだんだそうですよ。思い詰めたんだろうな。泥棒もいない平和な島でこんなこと。びっくりしましたよ。になるこの年まで女遊びなんか知らない堅物でした。それなのに銀行のお金に手をつけるなんて。相手の女の人、確か田村智子とかいう人、知ってありました？松江のクラブのホステスだってことは警察の人から聞きました。クラブのホステス？ええ、ヤグオっていうクラブの。まさかあんな安っぽい。大阪の家出娘で、身元もすぐには分からなかったんですよ。お墓は？主人がこの土地が好きだったんで、生前にお家を買ってあったんで、
一昨日です。着いたのが夜遅かったんで須山の会社に泊まらせてもらったんです。須山さんの、ええ、あのお嬢さんも須山の会社の社員ですわ。見たことがありますわ、会社にお伺いした時。借金取りに。川津さんのこと何かお書きになるおつもりなんですか。友達の趣味でね、三面記事とはよく来てます。しかしあいつも幸せなやっちゃな。英子に墓参りしてもらえるやなんて昔から憧れの人やったからね。そんな。どうですよ、店の方へ。確か東御町のスナック地線やったね。お店変わったんです、もうずいぶん前に。ええ、どこへ。お世話をしてくださる方がいて、小さなクラブを任されてるんです。はあ、ママさんやな。なんちゅう店。ヤグモって言います。ヤグモっていうクラブの。ただくっついて歩いてるだけで邪魔なんです。私なんか、あの万年という人、グルメの取材だなんて嘘です。どう考えたって上方銀行の川津支店長の心中事件の取材してるんです。それなのにのらりくらり、何聞いてもグズ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 。あの人、私のことバカにしてんです。んなことないよ。なくないです。おっさん嫌いか。おっさんによります。万年が何か他のことをしようとしてるなら面白いじゃないか。何しようとしてるか君そっちの方調べてみたらどうだ。え、興味ないかい分野として。機嫌直せよ、きっと面白いぞ。まあ、うまい具合にカーズがなくなって女にバンバン剤でな、
もう嬉しいって嬉しいってたまりまへんやろな。キギ、無礼じゃないか。ああ、これは稲富藩。アンさんもさすがに商売人でな。先を読むのも早いし、切り替えも早い。カーズの人なんかもまだ住んでへんしゅうのに。もう次期支店長様のご機嫌取れてっか。なんだと。マネさん、帰って。ね、お願いだから帰って。心配だ。美恵子さんを困らせる気はない。山本藩、稲富藩、ふな、お騒がせしました。みどりちゃん、誕生日。はい。待ちましたね。お話が聞きたい思いましてね。お願いしますよ、稲富は。話すことはない。警察呼ぶぞ。かましまへん。警察交えて話しまようか。何？わしね、大阪で河津におてまんねん。それも亡くなる2日前の夜。興味ありまへんか？家では困る。店に妙なことを言い出すんじゃないよ。母さんが大阪で何をしようがわしには何の関係もない。サイデッカ、母さんは心中したんだぞ。勝手に死んだんだ。わしの知ったことか。留守電にね、母さんの声が入ってたんですわ。助けてくれ、怖い、殺されるかもしれへんってね。めったに家に帰らんわしも悪いけど、その留守電聞いたん。カズが心中した後やったんですわ。助けてやることができんかった。こうして調べて待っとんのもその償いのつもりない。そんなこと言ったって心中は心中なんだから。いらんとめは、わし不思議でたまりまへんねや。カーズが留守電に入れたんわしにはお前やったんです。けど大阪で会った時のカーズは全然そんな様子やなかった。しかもその2日後に起きて心中しとるやなんて。これはなんか裏がある。わしにはそう思えてなりまへんねや。知らんよ。わしゃわしゃ、別にあんたを疑うてるわけおまへんねん。手がかりがないんや。せやから、カーズが死んで得をするのは誰か考えてみましたんや。あの店ではみんな嬉しそうやった。次期支店長の山本藩一人やない、みんなそうや。嬉しいよ嬉しいよ。あんたにはわからん。わしは必死なんだ。ここまで育ててきた店だ。50人からの従業員とその家族も守ってやらなきゃいかん。潰してたまるもんか。この気持ち、母さんは全く何も。しかし山本さんは分かってくれたんだ。嬉しいのは当たり前じゃないか。山本が融資を約束してくれたということでか。それは山本さんは海鮮山線だ。クソ真面目な母さんとは違う。しかし君、商売上の付き合いってのは綺麗事じゃないんだよ。長いもんには巻かれろって言うだろう。山本さんのバックには赤森建設も控えてるし、とても赤森建設も地元のセネコンの。稲富さん、言ってください。稲富は、もういいじゃないか。俺じゃ関係ない。そう言ってたろ。関係ないかもしれん。けどあんたは知ってる。帰ってくれ。そのあたりこれ以上何を喋るんだ。もう十分だろう。帰ってくれ。
取りたいんですけど。北川様ですね。北川様でしたらお隣本館の方にいらっしゃいますけれども。あ、そうですか。よろしいでしょうか。お願いいたします。それよりお願いがあるんや。町の観光課が候補行って蕎麦屋を紹介してもらってくれへんか。お蕎麦屋さんを？いきなり行って迷惑かけるわけにいかんやろ。私は一人でですか？二人で行くことないやろ。わしは神社見てる。そやな、3時間後に旧大社駅で会おうか。わかりました。な、平平君と夏美ちゃんから花束のご贈呈でございます。
山田、木野田はもう君何しに来たんだこの男。お近づきになりとても嫌わんといてください。木野君の顔が見えるようだな。招待状は出してあります。出席の返事もいただいてたんですが。赤堀さん、本日はおめでとうございます。新事項リゾート化計画とらいうのもあれ上方銀行も出資するんだか。その辺の約束になったんで。そんなことは知らんよ。また次期支店長さんが知らんはずない。どのぐらい出資するんです。5億、10億、もっと。叩き出すぞ。ええ、よかったら人下げしまよか。喋ってるんだな。身元調べてくれるか。頼むわ。旧大使焼きで待ってるし。よし。聞かれたり喋ったりするのかな。だってそれよりな、なっちゃんの腕の中で優しく解放してほしいわ。お断りします。嬉しいわ。そうひどいことしやがる。これで引き下がる思ったのは大間違いだ。新事項のリゾート計画のことは知ってました？3年以上前から持ち上がってたんです。3年、それでまだ5歳でいいのか。反対する人が多いんです。生態系が破壊されるからって。社長もそうなんですよ。違うの。新事故の自然を守ろうって航空新報がキャンペーンの記事も書いてるんです。私その記事を読んで社長のファンになったんですよ。今日のパーティーに集まってた人たちは賛成派。社長や
反対派。覚悟しましたからね。お手伝いしますからね。せやのに言われたんか。とりあえず。聞かせてもらえまへんやろか。大朝新聞の記者さん、覚えてます。私昨日の赤堀建設のパーティーにもいらしてた。覚えやすい顔や言われまんね。それもよしよしやけど。久美子はあんた最近大阪行ったことありまへんか。大阪気がするんやけど。私松江より遠いところ行ったことないんです。それにこの松江とももう今日限り。昨日はその話をしに姉さんに会いに行ったんです。やっぱり牧場手放すの嫌だから。牧場持ってあるんだか。牧場って言っても小さな。昼は摩天街の方で放牧してますから。摩天街ほんなら大きいの。あんたもメイコはもう沖の出身なんだか。そうです。
もそれじゃ思い出が、父や母や小さい頃の思い出が。だから私もう沖に帰ろうって、結婚しようって言ってくださってる人もいるんで、その人と一つお聞きしてもよろしいか。昨日パーティーでしたあった耳飾りね。耳飾り、あ、イヤリング。どっちでもええがな。ああもう、あれどこで手に入れたんですか。これですか。姉さんの忘れ物もらっちゃったんです。このところは何度か行き来してて、沖の家にあったのを見つけたんです。見えるかあんの。ちょっと失礼。すまん。はい、もしもし。ああ、なっちゃんか。どないして。なんやと。イラトミハンが。はい。私がいるときにちょうど連絡が入って、今一緒に連れてってもらってるんです。ねえ、まだわかりません。遺書が残されてたみたいなんですけど、まだなんとも。何が困るんや。だって
これから海津さんを沖に連れてって田村智子と入れ替わって二人を心中させなきゃいけないんだもの。手加減なこと言うな。先入観持ったらあかん。事件の取材に予断は禁物なんや。あんなおとなしゅうて優しゅうて綺麗な人が悪いことなんかするはずがない。もっと目開けて現実を見つめ。万年さん、美恵子さんに恋してらっしゃいます？あお、わしな女房も子供もおるやないか。別れたって聞きましたけど。別れた女房がおるやないか。別れたら他人でしょ。別れた女房や。あの美恵子はんが悪いことなんかするはずがない。裏で操る人間がおるんや。きっとそうや。みなとみはかわいそうなことしたな。はあ、我々が追い詰めたのかね。とんでもない。彼は自分で自分を追い込んだんです。いわば自業自得です。経営状態がかなり悪化していたんです。借金も雪だるま式に増えて行き詰まったんですな。とうとう金なら何とかしてやれたんじゃないのかね。もちろんそうするつもりでした。せめて正式に支店長を拝命するまで待ってもらえれば。でも待てなかった。ほんの今少しが待てなかったんです。あの男か。港宮はうちで買い取ろう。今いる従業員も含めて全て助けてやろう。よく調査をして手続きを取ってくれ。したいことがあるね。何
ですが、心中事件の犯人が分かったんです。あの心中は仕組まれたもんでした。母さんは殺されたんです。田村智子いう女の人はかわいそうに当て馬でした。犯人は誰だとおっしゃるんですか？あんたの妹さんです。久美子が？何をおっしゃるのよ、バカバカしい。あの子にそんなことができるもんですか？何の証拠があってそんなことをおっしゃるの？証拠はあります。道頓堀でカーズと会った時に一緒にいた女子はんがしとったもんです。亡くなった田村智子はんはその人と同じ洋服を着せられておりました。この耳飾りは一人前でした。二人は別人やったんです。それがこの耳飾り、なんと久美子はんのもんでした。お借りしてきましたけど、久美子はんはカーズを大阪から連れ戻して田村はんと一緒に心中に見せかけて殺したんです。そんなこと嘘です。絶対に違います。あの子は、久美子は人殺しなんかできる子じゃありません。それにそのイヤリングは、このイヤリングは美恵子、妹さんをかばう気持ちはようわかる。可愛い人や、結婚の話も出るような恋人もやるようやし、これからいう人生打ち壊しにさせとはないけど、罪は罪や、これは償わなあかん。警察におっしゃるんですか？わしは刑事じゃない。逮捕したらできまへん。自首を進めるつもりです。起きえ、久美子はんに会いに行ってきます。人ぞ知るブランド牛、沖牛やね。放牧ですから、ここへは根に返るようなものです。昨日まで近所の方にお願いしてたんですけど、
けどこれからは一緒にやってくれる人がおるんやろ。その人と一緒に頑張るんやね。松江行くときに別れたんで、今はどう思ってらっしゃるのか。それに姉も反対してるし。あのな、姉さんが結婚するんやないんやで、しっかりしや。人それぞれ生き方は違うんやから。北川さん、姉に何かあったんでしょうか。美恵子が来てはるんやろ。今朝早く一人で。嘘だわ、私たちが乗ってきたフェリーより早いフェリーはなかった。赤堀建設の船が資材を運んでるんです。それで北川さんが来るからって、来たら教えてくれって。どこで待ってあるんや。摩天街です。大切な話があるからって。どうしてここにいるんだ。ここで何する気なんだ。わかるんだよ、やってることは。みんなうちの社の若い子を万人につけてやる。その子が全部報告してくれてるんだ。私の後をつけてたんですね。迎えに来たんだよ。万人が君を追ってる。気が弱くて真っ先に崩れそうだった稲富屋は始末した。次は君だ。どうするつもりなんですか。知りすぎてるからね、君は。それを人に喋られると僕は破滅だ。残念だよ。誰よりも君だけを信じていた。10年前、男に騙されて松江をうろついていた君を拾い上げたのは僕だ。バーのホステスに始まって小さなスナックのママをやってた頃には事情も知らずに万年も常連になってたよな。今の店を出させてくれたオーナーを紹介してやったのも僕だ。その僕を裏切るなと。君は僕の敵に僕を撃ったんだ。裏切るなんて、あなたを撃ったなんて、そんな悲しいこと言わないでください。私はあなたのためにと、私は必死だったんです。でもこのままでは久美子に迷惑がかかるんです。ひどい目に遭うんです、あの子が。僕はどうなってもいいのか。僕が妹の方が大事なのか。仕組んだお前やろ。おそらく河津の心中事件もな。まさか、マネさん、それ本当？バカなこと言うな。何の証拠があるんだ。証拠はこれ。何だそれ。これは自殺した稲富藩の遺書。こっちは
わしのグルメの原稿や。よう見てみ。かの字、るの字、印字がかすれとる。同じ癖や。同じワープロで売ったもんや。お前のワープロやだな。1144 0120-55-1144 までご注文お
何も考えられなくて、ただ私は共犯者だ、人殺しだって、そのことだけが頭の中で何と、捕まれば私の一生はもうおしまい、たった一人の妹にだってどんなに迷惑をかけるか、捕まるわけにはいかない、もう須山さんについていくしかない、須山さんからもう逃げられない、そう思ったんです。社長、どうしてそんなことなさったんですか。信じてたのに、信じてたのに、どうして。背景には赤堀建設の宍道湖リゾート計画があったんや。カーズは反対派やった。使い込みの罪をカーズに押し付けて死んでもらえば推進派にとっては万々歳やったや。だって社長だってリゾート計画には反対してたじゃありませんか。自然保護の観点から大々的にキャンペーン張ってたじゃありませんか。私あの記事を感激してこの道選んだんです。それわしも聞きたい。いつ考えを変えたんや。魂を売ったんや。魂を売った貴様なんかに何がわかる。俺にとって最大の敵はな、万年お前だ。同期で切れ者の事件記者として他市にまで名前の売れていたお前だったんだ。お前にだけは負けたくなかった。前にも言ったろ、俺が幸福新報を立ち上げたのもお前と勝負するためだったのだ。その勝負は赤堀のリゾート計画だった。俺はジャーナリストとしての信念からこの計画に反対した。幸福新報を反対派の取り手にした。だが妨害が激しく会社の経営そのものが逼迫した。会社が潰れたら赤堀と勝負することもできない。その時美恵子が山本を紹介した。山本は融資を約束した。俺は飛びついたけどその金は汚れてた。買収資金やちゅうことお前言ってたよ。あくまで俺は美恵子から借金したんだ。うか融資という証拠もない。俺の願いが汚れていない。社長卑怯です。もしバレたら美恵子さん一人の責任にするつもりだったんですか。この人の夢を壊したくなかったんです。私はこの人についていきたかった、最後まで。美恵子はなんたちゅう人は。島を出たかったんです。どうしても出たかった。だから好きでもない人と父の反対を押し切ってまで。でも捨てられて今さら父の元へ帰れないし、どこにも行くところはないし、須山さんに助けられたのはそんな時でした。それ以来この人を頼るしかなくて、父への思いも重なって
何もかもこの人の言いなりに。メイコ、北川ですが、先ほどからお待ちです。どうぞ。見たまえ。これが信じ込む夕日だ。この美しさに魅せられた。私にとってこの湖は恋人みたいなもんでね。もっと綺麗に、きらびやかに飾り立ててあげたかった。それが私が生涯をかけた夢だった。だが、美しいデコレーションケーキには欲に駆られたアリどもが群がってくる。上方銀行の山本、湖北新報の須山、死んだ稲富、八雲のママ、みんな甘い蜜に吸い寄せられたアリだ。まあ、彼らにはやがて司法の手によって厳しい裁きが待っているんだろうがね。アリや言わはりまんのか。アリでっか彼らは。違う。人間や。甘い経験に踊らされたかて、欲に駆られて殺しようたかて、あんたと同じ人間や。一連の事件は瀬山と山本が共謀してやったんや。そうでな、あんたを喜ばすために。あんた何にも知らんかったんや。そうでな、せやから二人は裁かれても、あんたには何の男目もない。そうでんな。えんでっか。それでえんでっか。わしは許さんぞ。計画を捨てようと思う。若い頃からの見果てぬ夢と、今お別れをしてるんだ。これで許してもらえるかね。
くれたんやけども、書いたんは松江の地元紙の女性記者らしいんや。女性記者、確か近藤夏子とか言うて、自分の手で地道に捜査続けて真相を突き止めたらしい。やっぱりすごいわ、すごい腕や。けど松江言うたら万年さんの言っとったとこやないか。何をしとったんや、あの人は。そりゃ万年さんはもう三中なんて窓際やねんから、海言うたら来ませんよ。春目も言っては頭に戻るか。爪の赤でも煎じて伸ばしてやりたいね、その夏子女子の。すっげえお前やったし、こんな許せなんてしてね、こんな花火やったし。中新聞に採用になって、文化芸能部の北川万年さんの下に着くことになったんです。それでご挨拶がしたいと思ったんですけど。万年さんの下って誰？あんたまさか。失礼しました。松井から来ました、近藤夏子です。どこがお前やねんな。どこに鼻毛があるのよ。失礼でしょ。We'll be right back.
ra ra rồi bé sang người, bé sang người. Bay chiếc xe nhắm lên. Kỳ. Kỳ ơi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi mấy. Một. Cầm nha. À, tự nhiên đang quay lại bị ngắt. Đụng nó đau chứ. Mà là đụng cái tay cả ngắt mà. Như vậy chiều ở phần trước thì đây là cái đường đoàn thì đi nhập alo đường Lê Hưng, còn cái đường đối diện là phía bên kia của Tử Cẩm Thành là đường đoàn thì đi nhập điểm thì đoàn. Vấn đề cái tiếng cười nó khá sang. I love you babe. Là chiêu hút à, trước mắt chúng ta là sẽ là chúng ta sắp kể về trường Nguyễn Bùi A Lôn mà trường Bùi Thị Xuân, trường Bùi Thị Xuân, trường cấp hai Bùi Thị Xuân, trường mà trường tâm hồn đây là. Bùi Thị Ngọc tâm học trường Bùi Thị Xuân. Nhưng mà cũng xin lỗi thôi, bởi vì chúng ta có thuộc về nhau, chúng ta đã thuộc về nhau, chúng ta đã thuộc về nhau. À, đây là cổng Hắc Bảo. Cổng này còn niên đại tầm khoảng 500 năm. Bao nghe nói kỳ à, ổ má cái thằng này nhiều kia. Con trai bà bán mì. Yeah.
I love you baby, I love you baby, I love you baby.Baby, baby, 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 baby,
sóng biển đang xô mạnh vào đá. Như muốn nói em đang nơi đâu, như muốn nói em đang nơi đâu. Gió biển muốn nói gì, gió biển muốn nói rằng, gió biển muốn nói gì, gió biển muốn nói em đâu, em đâu, em nơi đâu. Hoàng hôn buông xuống, biển và gió, mặt trời đang xuống dần ngoài khơi xa. Tiếng sóng biển rì rào, những ánh đèn le lói trên những con tàu ngoài khơi xa. Hàng dương xanh du dương theo sóng biển, mọi thứ trở nên hoàn hảo nếu có em. Anh đang ngồi nơi đây, nơi mà chúng ta thường hay đến. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu, như muốn nói em đang nơi đâu. Sóng biển đang xô mạnh vào đá, như muốn nói em đang nơi đâu.